漁師になりませんか？鳥のプロジェクト。この人と一緒に働いてみたいって思いました。銀鮭、ホタテ、ホヤ、カキってずっと働いてて、そこは尊敬できますね。何でも怖いもの知らずに挑戦するというか、何でも勝手に手を出してくる。そして失敗する、でもへこたれない、そして上達する。失敗に対してすごい肯定的な、少々失敗しても次やれば遥か彼方なんですけど、お猿さんの背中を少しずつ追いかけれたなと思います。かっこよく言えば家族だし、もうなくてはならない存在。自分的には師匠とか弟子とかと思ってなくて、友達感覚といえば友達感覚なのかな。魚に対する情熱、魚の胃袋舐めてどんな餌を食べてるかとかまで分かる、その感性というかがすごいと思います。自分で魚やりたいと自分の口で言って、そこで私、何も迷うことなく、頑張れ、応援するよと。漁師やりたいな、漁師やりたいなってやっぱいつまでも浮かんでくるんで、年も年ですし、もう動くんだったら今しかないかなって思ったんで。やる気あるっていうか、真面目だし、今一生懸命覚えようとしてるんで。受け入れ先の親方もやっぱりすごく生き生きしますし、受け入れていこうとか、そうしなきゃやっぱり浜がダメになるねっていう仲間が増えてきた感覚っていうのは随分あります。トリトンプロジェクトを通じて、いろんな人がどんどんこの業界の中に入ってくれることによって、水産業をよりカラフルな業界にしていけたらなという思いはあります。喜んできてくれるんですよね、このプロジェクトって。だからそのクリエイターもそうだし、デザイナーがいたり、あと建築家がいたりとか、ちょっと普通の漁業とは違う角度から居住に関わる部分でいろいろデザインだとか、もうそもそもこういう建物を作るとか、そういうところにこう関係させていただいています。デザインとかそのアートとか、そういうクリエイティブの力を使って、自分がアートディレクターであるっていうことをぶらさないように関わっています。トリトンプロジェクトのロゴも香港出身のクリエイティブディレクターが作ったものですし、 You know, it's all about fishermen building a new community, and the first symbol that I thought of is the fishing net, and I think the fishing net is what connects all the fishermen。結婚して子供も生まれて、子供が不自由なく暮らしていけるように、一個一個牡蠣を作って出荷していくっていう目先の目標が、僕にとってはもういつも思ってる目標なんで。僕たちと一緒に未来を作りませんか？今までのやり方を全面的に改革していかないとね、これ革命ですよ。インターネットでもメールでも電話でも、まずはトリトンプロジェクトへ。